映画の完成報告会見に出席して夫婦漫才のような掛け合いをした元夫婦の明石家さんまさんと大竹しのぶさんの相性を鑑定しています相性診断の画面からまずさんまさんを呼び出してみます次に大竹さんを呼び出してみます 二人の診断を実行をタップします。まずお互いの漢合が2つありますので仲の良い関係ですまた十二運は帝王と絶と同じものを持っていますのでお二人は価値観が一致しやすいということですさらにお互いの兆候用心を それぞれの相手が持っていますので相思相愛の関係で一緒にいるとお互いの運気も上がります良いことばかりみたいですがネガティブな要素もあります大竹さんの空房馬がさんまさんの月中にありますので大竹さんはさんまさんに対して少々苦手意識があるかもしれませんまた 実際に一緒に暮らした場合に重要になる二種の対比ですが、さんまさんは結果的に相手は自分の思う通りになります。一方、大竹さんは相手に対して自分が一方的に尽くします。すべて相手が得することになります。とあります。ここでは詳しく説明しませんが、さんまさんは日 日中十二運帝王、大竹さんは日中十二運絶ですので夫婦としてはなかなか大変だったと思います。今回はここまでです。